YM2151YM2151YM3012 バイト YM2151 は1983年に日本楽器製造が同社の MSX パソコン向けとして開発した4オペレータ同時発音数8音の FM 音源 IC 同社製 MSX 専用シンセサイザー拡張ユニット SFG-01 に搭載された その後80年代中盤から90年代前半にかけて多くのアーケードゲーム基盤に採用され家庭用では X1、X1 ターボシリーズの拡張ボードそれを内包した X1 ターボスシリーズ X68000 などに搭載されたパッケージは24ピンディップすでに生産は終了している音声はデジタル出力でありアナログに変換する際は ステレオ対応 DA コンバータの YM3012 モノラル出力とする場合は YM3014 などと組み合わせて使用する。動作クロックとして本来は 3.58MHz を与える仕様になっているが X680X0 シリーズでは 4MHz が与えられていたように多少この値を外れていても動作した。この場合 本来とは違う音程の音を発生する。このような環境の場合、YM2151 の内部レジスタに与える音程パラメータを調整して、本来の音程で発生させる必要がある。しかしこの音程の調整を行った場合、3.58MHz を与える環境で発生させた音と完全に同じものが出力される保証はない。 さらにコンピュータの周辺 IC としては異常に動作が遅く、プログラマーは使用に苦戦したアーケードゲーム機ではマーブルマッドネスに代表される米あたりのシステム I 基板が初めて使用し、日本ではセガのシステム16をはじめ X ボードや Y ボード、ナムコのシステム86、システム I、システム2、システム21、 コナミのツインマイナス16とアーケードゲーム機のシステム基盤に多く搭載された。以下のリストはすべてを網羅したものでは全くないため注意されたし。以上、セガより発売。以上、ナムコより発売。以上、コナミより発売。以上、カプコンより発売。ありがとうございます。